ってことでね、テゲソ、今、清水工場に来とるんですけど、そう、今回のね、イベントね、今回、公開マップね、うちのチャンネルの方で作っといたんで、それをね、また参照にしてもらうか、まあ、そっちの方がわかりやすいかな、一応公式サイトにもね、一覧マップみたいなのもあるんで、それとかもね、見てもらってわかると思うんですけど、今回ね、その京都市内をいろいろと巡ろうという、スタンプラリーなんかもやってるわけで、まあ、それもやっていくわけなんですけど、ってなった時にね、今回まあ、エリアが広いんですよね。で、そんな中でも多分、京都駅からやろうと思うと、すごくネックになってくるのが、下鴨神社と、伏見稲荷かな。嵐山もまあまああるか。まもなく一番線を電車が通過します。ということなんで、一番線を電車が通過します。ご注意ください。おお、で、まあ、嵐山はとにかく、ともかくとしても、実はこの高速バスで来ると、この、京阪バスとね、連携して走らせてるやつなんで、この清水工場で止まりますよ。で、まあ、うちはよくこの清水工場が大阪にいたりとか、まあ、いろいろ京阪で行ってますけど、つまり、京都駅からだと行きにくい京阪沿線の、下鴨神社と、伏見稲荷か。これはここからもう一本で行けちゃえるんで、実はここに乗り降りができるっていうのは非常に実は今回のその企画的には、便利なんですよね。ですので、まあ、今回はまず最初に下鴨神社の方に行っちまおうという算段でございますと。まあ、とりあえずまず先に出待ちやんなきゃもう出ちゃうか。一応何なんだろう。京都市、地下鉄ターミナル完全制覇のためみたいにしてるかもしれないけど。で、あとそう。今回はね、作戦としてはもう、一応ね、もう行くところからね、決まってますんで、順番はね、一応予定はもう決めてあります。まず最初に下鴨神社。で、次に伏見稲荷。で、そこから、予定では JR でスルーと行って、三部寺か。三部寺の方から飛んできて、で、三部寺からだと、今度雷電か。嵐山電気鉄道が、に乗れるんで、そこから嵐山ですよね。行って、車面神社行って、で、一応そこまでぐらいまで予定していきます。あと、京都駅、のところも最後に戻ってきてみようかな、ぐらいで。いわゆる、京都の市営地下鉄の沿線以外のところから、周りからくるっと攻めていく作戦でいこうと思います。で、残ったところを、ですから、今日の夕方ぐらいから、明日にかけて、明日ももういる予定です。で、高速バスもね、もう帰りは夕方の便で、日曜日の夕方の便で撮ってありますんでね。そのつもりで撮ってあるんで、今日の夕方から、一日フリー切符を使って、それでね、なんだったっけ、京都市営地下鉄でフリー切符を使って、土曜日の、ですか、夕方から、日曜日にかけてやろうというところなんですよ。これがね、普通に、一日フリーキップだと何点がある、っていうのも、実は、京都の市営地下鉄、まあ地下鉄とバスと共用でのやつの方がいいかな、今回の場合だと。
いいや、じゃあ手配来るから乗っていきましょう。